れなかなか良くない？いやなんかそういうね、うん、ギブソンのね J45 の42年の、うん、再現モデル。そうなのね。2016年の、34本だけの限定作って。ああそうなの。このルックスとこのサウンドからちょっとなんかちょっと懐かしい曲を弾きたくなったんだけど、ね、はいどうぞ、うん、このヘッドもねバーナーロゴのね40年代と同じようなロゴでかっこいいでしょ、うんはい、これだけでも3杯は食べられる、ねね、ネックはちょっとあの太いちょっとじゃなくてかなり太いけど太い、ねうん、でも気持ちいいよねいや全然はい、これの太さの音がしてるもんね、うん、やっぱねそう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 なんかネックが鳴ってる感じの、ねはい、あの乾いてパリッとした音ね、うんうん、ギブソンらしいねうん、うんブリッジとかかっこいいしね、かっこいいね、この当時の、はい、でこのサドルの形状もなんかオールドっぽくていいね、はい、ファイアーストライプのピックガードとか、うん、なんか全部ちゃんと全てがあの塗装もすごい薄くてね、うん、薄い薄い当時に近いもので、うんはい、でテカテカしすぎない感じでねそう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 これはすごくいいと思います。あのこれはなかなかね、あの中古で出てこないから、うん、あこれぜひあの、うんはいうん、早めに。早物勝ちだね。はい、あの今もう時々多分これはさっき言ったあちょっとピックアップね、ちょっと見てるけど、うんそういううん、みんなそういう感じになってしまう。あの16年でこの34本作ったけど、今もあの時々作ってる同じようなモデルだけ、あのこれレジェンドというシリーズね。うん、レジェンドでも今ものすごい高くなってるから。あはい、これ指で弾いたらすごい。ね。ギブソンしか出ない音ですね、これは。そのオールドの作りでやってますから、はい、ねえ指で弾いたらすごい気持ちいい、うんダイナミックスもすごい ね、 そうですね今優しく弾いたんだけど、うん、ちょっと強く弾いたらもう答えてくれるとさすがギブソンだね、うん、ねそうなんか軽く弾いてんだけど、ねうん、ガーンとくるねさすがはいぜひ、はい、かっこいいと思いますいい感じで前の人があの弾き込んだのか、うん、そうそうそうすぐ鳴ってるよ大事にされたとそうねはい、うん、あ欲しいこれは早い者勝ちだと思います。そうですね。これは本当に、うん、あのあんまりね、これあのこの間見たらあんまり出てない今は、だからあのぜひ
この機会に、ねうん、このルックスで、ね、これもあの大してあのあれだけどちょっとあのおまけにこれあのファリーダのオールドタウン OD22 であのピックアップもついてでこれはあのあれやあの前はねよく売れてたけど今はあのもう生産終了になってうもうないからちょっとねあの探してる人もいると思います、うん、これもあのお安くてあの出てますけどあのすごいいい感じの LG1 のコピーのねでフィッシュマンのピックアップも入ってあのぜひこれもよかったらあの探してる人もいると思いますはい、ギブスの J45 レジェンド、うん2016年、あのバーナーヘッドね、かっこいいでしょ。うん、Only a Gibson is good enough って書いてある。ね、ギブソンじゃないと物足りないでしょうという意味。昔ね、宣伝使ってた。はい。わ、うん、かりやすいね。これでね、あのエピフォンと喧嘩になって。あ、そうか。うん、はい。うん。まあ昔の話だけど。そうですか。はい、いいな。ちょっとノスタルジックな。この辺の感じとね、うん、そうあの、うん、その喧嘩はギブソンは勝ったっていうあのっていうあの買収したあのエプフォン親会社になったというそれでそれでエプフォンちょっと下の あの感じになってしまったでしょ。はい、それはあの これから始まった。あ、なるほど、そうなんだ。はい、まあ、それまた次回のいやそれだけでなんかはい、はい、ということでギブソンね J45 レジェンド、うん、とあのファリーダ OT22E のあの LG1 タイプのね。いや、音はさすがです、はい、これは、はい、うん、じゃこれでフェイドアウトするからちょっと言って、はい、よろしくお願いします。あのアニマ登録もぜひお願いします。 Only a Gibson is good enough、 はい、うん、はい、じゃちょっとフェイドアウトするからなんか